オレンジ・イズ・ニュー・ブラックはネットフリックスで配信されている女子刑務所を舞台としたアメリカのテレビドラマである。ニューヨークの裕福な家庭で育った主人公、パイパー・チャップマンは10年前に当時のレズビアンの恋人の麻薬取引を手伝った罪で投獄される。彼女と他の女宗との刑務所での生活を描いたヒューマンドラマである。 2010年に刊行されたパイパーカーマンの回想録、オレンジ・イズ・ニュー・ブラック女性刑務所での日々を原作としている。シーズン1は2013年7月11日に、シーズン2は2014年6月6日に、シーズン3は2015年6月11日に、シーズン4は2016年6月17日、シーズン5は2017年6月9日に、 シーズン6は2018年7月27日に、シーズン7は2019年7月26日に、それぞれ配信が開始された。2019年7月の時点で、ネットフリックスで最も視聴されたオリジナル作品であると発表されている。日本語版は2015年9月よりネットフリックスにて配信された。また、日本では DVD がシーズン5まで発売。 レンタルされている。オレンジは囚人服の色であり、ザニューブラックはファッションの最新の流行、最新のトレンドという意味を持つ。ここから、オレンジは今年の流行色内しは今のトレンドは囚人服という意味になる。さらに、囚人になることによって黒人のような差別を受けるという暗揚もある。女子刑務所の赤裸々な実態が描かれる。 囚人の大半は暴力を伴わない罪で収容されているが中には殺人を犯した者もいる大半は低所得及び中所得の家庭出身である刑務所は腐敗し監視たちは助手に対してハラスメントを行うが一部は助手と親密となるカットバックにより囚人たちの服役以前の生活や監視たちの人生も描かれる囚人たちは友情や 恋愛関係で結ばれ、あるいは反目し、白人、黒人、ヒスパニック系の人種グループに分かれて構想する。ニューヨーク在住の30代の女性パイパー・チャップマンは、突然に、ニューヨーク郊外の女子刑務所で15ヶ月の服役を宣告される。10年前、麻薬密売業者であった恋人のアレックスのために、現金を運んだ罪による。それ以来、パイパーは、 静かな中流の生活を送っていたが、突然の判決で婚約者、家族、友人たちも戸惑う。パイパーは刑務所でアレックスと再会し再び肉体関係を持つ。当初キッチン担当でロスのレッドにいじめられた後、次第に友人を増やすが、敵も作る。婚約者のラリーとの関係は微妙となる。共心的なペンサタッキーと反目し、襲われて逆襲したために、 独房入りする。パイパーは、麻薬業者のボスの裁判に呼ばれ、復讐を恐れて偽証するが、偽証を翻したアレックスだけが保釈される。残されたパイパーは、書内の新聞作りを始める。監守のベネットと関係を持ったダヤは妊娠し、監守のメンデスを誘惑して、父親の責任をなすりつける。キッチン担当から外されたレッドは、温室で植物栽培を始め、 年配の白人を組織して密売ビジネスに手をつける。黒人を組織する B が横取りし、列島を襲って、重傷を負わせる。だが密売ビジネスは摘発され、B は手下たちにも反目されて脱獄し、末期眼の告知を受けたローザに車で引かれて殺される。別の刑務所に移送されそうになったパイパーは、所長代理のフィゲロアの予算横領を摘発し、公認のカップーとは、 理想を中止する。パイパーは、親友がラリーと寝ていることを知って、ショックを受け、アレックスを陥れて、刑務所に引き戻す。シーズン3では、パイパーの陰湿な部分が現れ始める。アレックスは、パイパーとの寄りを戻すがボスからの復讐に怯える。パイパーは、下着縫製の仕事につき助手の使用済みの下着を、外部による、裏ビジネスを始める。勇めるアレックスから離れ、 裏ラギった新しいガールフレンドを陥れて、重刑務所に送る。ニッキーは隠していた麻薬が見つかって、重刑務所に移送される。ベネットはダヤの家族になじめず刑務所を辞めて去る。ダヤの産んだ女児は警察に連れ去られる。予算不足のために、刑務所は閉鎖されそうになり、民間会社の経営下で、コスト削減が徹底されて、監修や助手の間に摩擦が生じる。 アレックスは殺し屋に襲われ、ロリーの助けで殺して下壇に埋める。大勢の囚人が入所して、カプートの苦労は増える。監視は大量に辞職するが、元軍人が新たに雇われて穴を埋める。ヒスパニックが多数派となり、パイパーは下着ビジネスを妨害され、腕に焼金を押される。ヒーリーは精神上の問題を抱える。ニッキーとソフィアは独房から戻る。 花壇から死体が発見され、監視長ピスカテラが高圧的に操作する。囚人たちは抗議行動をとり、プッセイが巻き込まれて死ぬ。プッセイの死をきっかけに始まった数日間の暴動を描く。ダヤは銃で監視の足を打ち、満足な処置を受けられなかった監視が死に至る。囚人たちは監視を人質にして、刑務所を占領し、無秩序な行動をとる。携帯電話により、 外の世界に向けビデオを公開する。暴動に巻き込まれた MCC 幹部のリンダは囚人のふりをする。テイスティラ黒人グループはプッセイの死の原因となった監守ベイリーの処罰と環境の改善を求める。州知事が交渉人としてフィゲロアを送り込むとカプートが囚人たちの代理人となる。強行策を求めるピスカテラは単身で刑務所に潜入するが捕らえられる。 一部の囚人が監視を逃がし、部隊が刑務所を鎮圧する。ピスカテラは鎮圧部隊に撃たれて死ぬ。囚人たちはバスに乗せられて、刑務所を離れる。鎮圧部隊は、囚人がピスカテラを殺したように偽装する。囚人たちは重警備の刑務所に移されて、暴行と尋問を受ける。カプートは定職となり、フィゲロアが公認となる。リンダは、 囚人と間違えられて髪の毛を剃られ、これをネタに MCC を脅迫して重役となり、MCC をパリカーンと解明して刑務所のイメージアップに取り組む。ペンサタッキーは親しい監視と共に逃亡するが手配されて自首し、症状の悪化したスーザンと共に快適な B ブロックに収容される。監視たちは囚人の行末を予想するゲームにのめり込む。囚人たちは ブロックマの構想に巻き込まれる。レッドは、暴動主導を認めて、景気を延長する、司法取引を結ばざるを得ず、快適な B ブロックに移ったフリーダに売られたと思い込んで憎む。ダヤは、釈放されて、監視長ホッパーと付き合う、母親アレイダと協力して、署内でヘロインを売り、自身も中毒となる。テイスティは MCC を辞めた、カプートの奔走にもかかわらず、 心理に不利な証言をされ、ピスカテラ殺人で有罪となる。パイパーは囚人のボスに睨まれるが、監視庁と取引をして、早期出所となり、アレックスと国中結婚する。ソフィア、ブランカも出所となるが、ブランカは即座に逮捕されて、移民収容施設に送られる。パイパーは保護観察家の生活に苦労する。アレイダーは同棲する。 監視庁のホッパーを所長にしようとして果たせず、暴力事件を起こして、刑務所に逆戻りする。シンデ理は、テイスティを売ったことを悔やみながら仮出所する。妹と偽っていた娘に真実を知られ、ホームレスとなる。刑務所よりも劣悪な環境のポラックンが運営する、アイス違法移民収容施設が描かれる。違法移民たちは、母国での暴力、処刑を逃れて、 アメリカに留まろうとするが、容赦なく、帰国を強制される。ブランカと再会したマリッツァは、コロンビアに強制送還される。ブランカは、仲間の助けで施設を出る。リンダは、フィゲロ・アオ・パリカーン運営のアイスの施設長に、転任させ、タミカを公認の所長に抜擢する。精神病棟を閉鎖して、コストを削減する。所長となったタミカは、懲罰を閉鎖し、 教育プログラムを始めるが、最終的にリンダに解雇される。タミカを支援するカプートは、フィッシャーからメトウの告発を受ける。フィゲロアと、不妊治療を始め、養子を取る。アレックスは監視たちによって違法な商売を強制され、一方的な愛を寄せるマカローによって、オハイオの刑務所に移動させられる。ダヤは、ダディの浮気を許せずに毒殺して、密売組織を乗っ取り、 母親アレイだと対立し、ホッパーの解雇を仕組む。終身刑となった、テイスティは絶望して、自殺を望むが、囚人たちの教育プログラムを助け、最新には至らずも絶望を出して出所者の支援ファンドを始める。クロリアは、ルスチェックに救われて出所する。長らく懲罰棒に入れられていたレッドは認知症となる。ローナは、息子の死から目を背け、精神に異常をきたす。 ニッキーは親しくなったエジプトからの違法移民が強制送還され、レッドとローナの世話に苦労する。ペンサタッキーは、ペースティーの助けで、GED の勉強をするが、学習障害に苦しみ、絶望し麻薬の過剰摂取で死ぬ。オハヨに移ったアレックスは、旧地の囚人たちに再会し、パイパーが面会に訪れる。オレンジ・イズ・ニュー・ブラックのキャストたち、白人ヒスパニック、 中南米系黒人アジア系、ありがとうございます。